フランク・ジョンソンは、アメリカ合衆国、テキサス州エルパソ出身の元プロ野球選手。ポジションは三塁手、一塁手、外野手。アメリカ合衆国のテキサス州エルパソで生まれ、ベルエア高校を経て、1961年から、米マイナーリーグでプレー。1966年に、トリプル A のフェニックスジャイアンツで打率。308、15本塁打を打って、 初めてメジャーに昇格し、サンフランシスコジャイアンツから終盤の15試合に出場する。1968年は67試合に出場するも、投手優位の年であったこともあり、打率19、191本塁打に終わる。1970年はトリプル A フェニックスで打率35、353を打つと、さらにメジャーでも67試合に出場し、打率、 273、31打点のキャリアハイを記録した。1972年春のキャンプで NPB のロッテオリオンズからジャイアンツに野球留学のために渡米していた浜浦徹にジャイアンツ首脳人が目をつけてロッテに上を打診する。ロッテ側は交換トレードなら応じると回答したことからジョンソン対浜浦の史上初となる日米間のトレードが成立した。当時は 日米間のトレードに関する取り決めがなかったことから、2選手を一度、自由契約とし改めて契約する形にしたという。なお、ジョンソンに関しては、どのような選手か、ロッテ側にほとんど情報がなかったとされる。ロッテでは、ヤクルトに放出したアルトロペスの後釜として、期待されたが、パワー不足が目立った上に、肝心の打率も伸びず、打率23、232、 13本類だの平凡な成績に終わり1年で退団した。アメリカへ帰国後はトリプル a のフェニックスジャイアンツやハワイアイランダーズでプレーし1975年限りで引退した。ありがとうございます。